広島ドリミネーションは、例年、11月17日から翌年に1月3日までの48日間、広島ライトアップ事業実行委員会が主催して、広島県広島市で行っている、官民共同のイルミネーション事業。おとぎの国を統一コンセプトとして、各会場が電飾されるのが特徴であり、おとぎ話や、童話の世界をイメージさせるオブジェが多数設置される。 ドリミネーションはドリームとイルミネーションを合わせて作られた造語である。広島市役所、同市中心部商店街、広島商工会議所などが実行委員会を組織し、官民共同で開催している。市のビジターズインダストリー戦略の一環として開催されているため、観客数は12月の広島市への 入り込み観光客数で評価され、開催期間も市の意向で変更される場合がある。バブル景気期の1988年、広島ライトアップ事業として始まり、例年、中心部商店街や商業施設の小規模な電飾を行っていた。1999年に開催地域を拡大し、平和大通りでのイルミネーションも開始。2002年に、 事業費を1145万円に増額して、電球数を25万個まで増やし、さらに、広島ドリミネーションとの名称を与えて、おとぎの国をコンセプトにした、イルミネーションイベントに衣替えした。すると市民から高評価が得られ、翌2003年度には、事業費を倍以上の2580万円に増額して、電球数を60万個に増やして実施した。翌二千四年度には、 11月17日から翌年1月3日に期間を固定した旅は IETF 国際会議の開催に合わせて開始日が前倒しされ11月6日から1月3日まで開催12月の広島市への入り込み観光客数は広島ドリミネーションとなった最初の年の2002年の約32万人から2005年には約40万人まで増加し その後は40万人弱で推移しているものの、電球数は2009年度には約130万球まで増加した。2009年度には宮城県仙台市で開催されている仙台港のページェントとの交流が行われた。ドリミネーションの愛の使いエリアの一部をページェントで用いられるオリジナル LED で電飾し、同エリア内に 仙台七夕の吹き流しをイメージしたオブジェを展示する。一方、ドリミネーションで用いられたオブジェをページェントの西公園会場に展示した。また、代表者が両イベントの総合訪問をした。おとぎの国をコンセプトにした電飾オブジェが多数並ぶエリア。インフォメーションブースがあり、共産企業の名称を掲載した個別看板や総合看板が設置される。 開催期間中の広島市内の木々は落葉する前の時期であるため、樹木への電飾では、生い茂る葉へのライトアップが見き、枝への電球電飾と組み合わせられており、この時期に落葉している北日本の樹木電飾との違いを見せる。商店街を様々なイルミネーションで飾っている。おとぎの国のコンセプトに習い、唐草模様、雪花模様をはじめ、童話に出てくるアイテムを、 片切ったイルミネーションも多い。建物のライトアップがなされ、クリスマスツリーも飾られている。広島ライトアップ事業実行委員会を構成している団体は以下の通り、在広島マスメディア各社が講演している。2009年度の講演団体は以下の通り、ありがとうございます。